諏訪神社は、愛知県西尾市一色町にある神社。三河一色諏訪神社と表記されることもある。旧社格は豪社。例祭は8月26日27日であり、26日には、三河一色大城鎮祭りと呼ばれる大城鎮を、検討する祭りが催される。主祭神は、竹中大の地であるが、八坂が売り神と、菅原道真猫を廃止している。 武岳の命は、大国のの第二子神であり、諏訪の発展に尽力したとされる。長野県諏訪湖周辺の諏訪大社を総本社とし、全国には約2万5000社の諏訪神社があるとされるが、三河一式諏訪神社は、鎮税大社諏訪神社、諏訪神社、諏訪神社、諏訪神社に次ぐ6番目の五分社として登録されている。総県年月日は不詳。 室町時代の扇町天皇の地世の永六年間に当地にやってきた行者が、品濃国の諏訪大社のご分礼を受けて、祠を立てたのが、三河一式諏訪神社の創始であるとされる。450年前頃のこの地の海には魔物が出て、田畑を荒らしたり処女を食べたりしていたが、三河一式諏訪神社の神前でかがり火を大いて鬼闘を行ったところ、魔物は、 現れなくなったという伝承がある。江戸時代初期の漢文年間には町賃を検討するようになり、経済的な余裕が生じた江戸時代中期には町賃が壁に発展した。幕末には競争が一段と激しくなり、西尾藩が町賃を大きくしないよう通達を行うほどだった。これが現在の三河一式大城賃祭りである。三河一式の六組が、 それぞれ三本の柱に屋根型の大井をつけ、大城鎮を二針ずつ掲げて、神前で検討する。マハマ組の長鎮が最も大きく、大柱の高さは17メートル、大城鎮の胴回りは直径5.6メートル、後輪は直径2.28メートルである。長さは10.0メートルであり、重さは93キログラムにも達する。諏訪組の長鎮が、 最も小さく直径3.64メートル、長さは5.91メートルである。国際式による歴史や神話などを題材とした絵が描かれている。1969年10月29日には6組の超鎮と柱組一式が一式の大上鎮六組として愛知県指定有形民族文化財となった。これほどまでに大きな超鎮は再現するべくもなく。 柱組同様に民族資料の価値が高いとされている。前回の張り替えは1864年の中組が最も古く、1893年の大砲組が最も新しかった。1994年から2001年にかけて約130年ぶりにすべての町賃を修復した。修復の総事業費は約1億2000万円だった。 一式地域文化広場の西尾市立一式学びの館には王城鎮のレプリカが展示されている。ありがとうございます。